はい、皆さんこんにちは。ドラムの滝川岳です。サンキュードラムプロジェクトボリューム9ということで、今日も張り切ってやっていきたいと思います。もうね、みんな気づいてると思うんですけど、今日も、前回に引き続き、サンキュードラムプロジェクトのね、いつもの手作りの黄色い T シャツは、今日もちょっとお休みして、違う T シャツを着てるんですけども、まあ何の T シャツかっていうのはこれも見ればね一目瞭然だと思うんですけど、一応言っときましょうか。ネイビー&アイボリーってもうね書いてもうてるんで、これがネイビーの T シャツっていうのはもうみんな、気づいてると思うんですけど、ただこれは通常 のツアー T シャツとかそういうのとはちょっとまた違って、実はネイビーといえば僕がもう全然出会う前の話なんで、僕も詳しいことは分かんないんですけども、どうも山形で火がついたみたいなんですよね。で、まあそういうのもあってネイビーが、山形に対して、感謝の気持ちを込めて、あとその恩返しという意味も込めて、山形で年に一度スペシャルライブをやってるんですね。その企画の名前が恋の家というね、タイトルで、やってるんですけども、僕もだから、もう何年5年前ぐらいかな、ネイビーと出会ってそれ以降は出させてもらってるんですけども、その時 のスペシャルライブの T シャツです。これはだから恋の家の T シャツなんで、恋 T っていう名前がついてるんですけど、これはだから去年のやつですね。で毎年9月にやってるので、その企画は、今回は、再来週の土曜日になるんですかね、またやるんですけども、そういう時期っていうのもあって、あとはそのやっぱりネイビーが毎年感謝を込めて、やってるライブ、それはサンキューですよね。いわゆるだからサンキューつながりなんです、僕の中ではね。この僕の今やってるサンキュードラムプロジェクトっていうのも、まあ要するに僕が今までその、音楽人生のにおいてね、携わってくれた人たちとか、あとは もちろんこの聞いてくれてる人たち、あとはその、まあ、僕の音楽の、まあ、成長させてもらった、まあ、いろんな人たちに対して、まあ、感謝の気持ちをね、僕なりにドラムを通じて、恩返しをちょっとでもしたいなっていう思いもありの、サンキュードラムプロジェクトというのを今やってるわけなので、ちょっとなんかつながる部分があるかなっていうのもあったので、今日はネイビーのその恋 T をね着て、ネイビーのノリノリの楽曲を今日は叩いてみようかなと思うんですけども、そうですね。なので、あ、そうそう、あと恋の家といえば、僕はもう本当もうそもそもネイビーにはもういろんなことをもう感謝しきれないほどね、いろいろあるんですけど、僕が初めてその恋の家に出させてもらった時のゲストがそれこそ伊佐山美代とあと堂島康平さんだったんですけど、その2人のうち僕美代ちゃんとはもうそれからも一緒に演奏ドラムを叩かせてもらったりとか、まあね本当そういういろんな出会いも作ってもらったし、とにかく感謝してるんです。なのでサンキューのいっぱい詰まったコンサートなんですね、僕の中では。それが年に一度、また再来週ありますので、いきなりちょっと宣伝っぽくなってしまってるんですけど、まあ、そういうんじゃなくて本当にすごくいいライブなので、もしよかったらみんな来てほしいなと思うんですけどね。で、まあ今日叩くこのサンキュードラムプロジェクトで叩く楽曲が、まあそこでやるかどうかちょっとわからないですけど、まあそれは別としても、とにかく今日はそのネイビーの、パッチワークというねこのアルバムがあるんですね。これは2010年かな、確か発売になったものだと思うんですけど、この中の、スーパーガールという曲があって、これすごくノリのいい曲で、よくネイビーのツアーでたたえなんか結構やってる印象が僕の中ではあるんですけど、すごくノリのいい曲でライブ映えする曲なんですね。っていうのもあって今日はこの6曲目になるのかな、スーパーガールという曲を今日は叩いてみたいと思うんですけども、じゃあもうね、早速叩いてみましょうかね、ノリノリの曲で。それで、まあ、こだわりポイントとかいつものね感じのことは今日も叩いた後に
ちょっと説明したいなと思いますので、それでは早速聞いてもらいますね。ネイビー&エブリーでスーパーガールを聞いてください。ということで聴いてもらいました、ネイビー&アイボリーでスーパーガールという曲を聴いてもらいました、どうでしたかね、ノリノリの曲だったでしょ。これもね、まあ、こだわりポイントっていうのはね、もうこれは多分叩き方になると思うんですけど、何個か前に確か同じような説明したかもしれないですけど、これも、いわゆるスティックはちょっとやっぱり短めに持って、ザクザクした感じですよね。その勢いが大事な曲なんで、こういうのは
もうチュッ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 っていう感じでハイハットを鳴らしたいという時にはこういう風にスティックをちょっと短めに持って手首でこういう風にこうしなやかな感じっていうよりはどっちかというと腕全体でこう腕全体の重みをしっかり乗っけることによってザクザクした感じが出るわけですね。まあその辺が一番のこだわりポイントですかね。あとはまあレコーディングの仕方としてはこの曲も探偵ソウルで、レコーディングさせてもらった曲なんですけど、もうバンドサウンド全開で特に一発撮りでね撮ってるんで、なるべくそのライブ感っていうか、まあレコーディングなんですけど変になんかこじんまりとせずにライブ感を出していきたいという感じで確かこの曲は撮ったと思うので、まあそういう勢いが出てると思います。であとこの曲今ちょっと始まる時にまた僕思い出したんですけど、これあれ最初頭に気づいた人いますかね。なんかワンツー言うて聞こえてたでしょ。あれもレコーディングに収めてくれてるんですけど、あれ僕がレコーディングでワンツー言うてそのまま入れてくれてるんですね。これたまになんかこういうことあるんですけど、これはね僕は実は嬉しいことですね。僕の声がレコーディングされてると。まあこれはちょっとあんま関係ない話なんですけど、そういうこともありました、この曲は。はい、そんな感じで今日はまあそういうね、多分そのワンツーっていうのも入れてもらえたっていうのは多分そういう勢いライブ感がそのままパッケージになればと思って残してくれたのかなっていう思うんですけどね。まあそんなこんなで今日はノリノリの曲ネイビー&アイボリーでスーパーガールを聴いてもらいました。はい、ということで次回もまあ次回も何やるかまだ決めてないですけど、次回のまあボリューム今度はボリューム10なんでちょっと若干ね記念すべき感じじゃないですか。なんか楽しいことできればと今は思ってますので、ちょっとなんか考えておきますので、またお楽しみということです。今日は、サンキュードラムプロジェクトボリューム9を見てもらいました。それではさよなら。